略して、ポケモン。最新作が昨年11月に発売されたな。ずっとシリーズを遊び続けている人もいれば、最近のポケモンは知らない人もいるだろう。実に、いろいろな遊び方ができるこのゲーム。中でも一番熱いのが、そう、通信対戦だ。最近のポケモンでは、Wi-Fi 通信のおかげで、手軽に世界中の人と対戦できるようになっている。ブラジルやらドイツの人と戦うこともあるな。世界各国の人と、言語の壁を越えて同じゲームで遊ぶのはとても面白い。だが、どうやら通信対戦は、ハードルが高い、と思われているらしい。ウィキとかを見て、意味不明だからやめた、という人が実に多いこと。確かに俺も最初は暗号かと思った。ならば、俺が説明しよう。この動画では、最新のポケモンを解説していくだろ。過去作からの変更点からやっていくつもりだ。内容はシングル専門だな。最新作、オメガルビー、アルファサファイアで、10年ぶりに復帰したヤルオに説明する形で解説していくだろ。初心者も上級者も、最近のポケモンを知りたい人も、ポケモンに興味がある人も、みんな大歓迎だろ。ヤルオで学ぶ、基礎からみっちりポケモン対戦。ああ、また負けたお。これで2勝10敗。通信対戦ってこんなに難しかったかお。いくらリメイクで復帰したからって、どうしたものかを。ま、こういう時はやらないように聞くを。やらないを、教えてくれを。トワシベリー効果は抜群だ。で、何を教えてほしいんだ？ポケモンの通信対戦で勝つ方法だお。また急だな。まずは説明してほしいだろ。カクカク、しかじか。つまり、ストーリークリア後に意気揚々と通信対戦したらボコボコにされた、と。わけもわからないまま瞬殺されたお。確かお前は、最新作のオメガルビー、アルファサファイアで復帰したんだったよな。ルビサファイライだったけど、久しぶりにやってみたらとっても面白かったお。そりゃ負けたって仕方ないだろ。昔とは随分と変わったからな。知らないポケモンがいるのは分かってたけど、タイプが増えてるのは衝撃だったお。もうルビサファから10年以上だからな。さて、通信対戦のことだが、ルールはシングルでいいのか？そうだお、まずはそこからだお。じゃあまずはデータを見せてほしいだろ。了解だお。そんなこんなで、なるほどなるほど。よくわかったぜ。どうしたんだお？どこから教えるか考えていたんだがな。こりゃ基礎からしっかりやった方が良さそうだな。それじゃあ始めるぞ。対戦講座、開講だ。第1回、10年で変わったこと。さて、まずは昔と今の違いについて説明していくだろ。これを知らないと話にならないからな。よろしくお願いするお。まずはこれだな。ヤルオ、ルビーサファイアの頃、ポケモンは何匹いた？ 300 くらいだったかお。今は719匹だ。なん？だと。まあ、全部覚えろとは言わん。それくらいいることを分かって欲しかっただろ。それを聞いて安心したお。それと、タイプも13から14に増えただろ。ああ。さっきも言った。そう、エアリータイプだ。追加されたのは第6世代、X、Y からだな。世代ってのは、シリーズの区切りだな。まとめると大体こんな感じだ。これ以降は面倒だから略称でいくぞ。こんなに出てたのかお。エアリーは、U、悪、格闘に効果抜群。そして U を無効、悪、格闘、虫を半減、毒、鋼が弱点だ。よくわからなければタイプ相性論をググってくれ。ほうほう、なるほどなるほど。
フェアリーが登場した理由については省くぞ。重要なのは全部で14種類のタイプがあることだな。1種類増えただけなのに、すごく複雑になった気がするお。それと、既存のタイプにも相性変更や特性が追加されたのがある。これもまとめておくぞ。鋼タイプ弱体化したのかお。今、さらっと出してしまったが、状態異常はちゃんと覚えてるか？さすがにそれは覚えてるお。マジで素早さダウン、やけどで攻撃ダウンとかだお。そんな感じだな。とりあえず今度それもまとめるだろう。さて、次はこれだ。ほうほう。やるお。物理攻撃と特殊攻撃について説明してくれ。物理は、ノーマルとかゴースト、特殊は、炎とかエスパーのことだお。大正解だろ。第3世代までならな。3世代から4世代でポケモンはものすごく変化した。一番大きな変更点がこれだ。今のポケモンは技ごとに物理、特殊が決まっている。なんだって。例を挙げると、破壊光線は、ノーマルから、ノーマル、特殊に。滝登りは、水から、水、物理になった。つまり、特攻の低いケンタロスでは、破壊光線は使い道がなくなり、攻撃が高いギャラドスは、それに見合った技を手に入れたわけだ。とりあえずゲームで技の説明見てみろ。物理とか特殊って書いてあるから。本当だ。気づかなかったお。これにより、物理攻撃主体の炎タイプとか、高い特攻を存分に使えるようになった奴らもいる。もちろん弱体化した奴もいるがな。つまり、ポケモンに合わせた技選びが重要になったと。ま、そういうことだろ。さあ、次に行くぞ。ポケモンといえば、やっぱり進化だお。4世代で新しい進化が大量に増えた。懐かしいやつが進化してるかもな。ストーリーで出てきたやつだと。キルリアにはサーナイトの他にも、エルレイドという進化先が増えたな。他にもたくさんいるぞ。誰が進化したか、わかるかな？追加された進化は、方法が独特な奴らが多いな。特定の場所でレベルアップとか、特定の技を覚えてレベルアップとかな。あいつとあいつと。左上は誰が進化したんだお？さて、第6世代のストーリーの主軸でもある、新しい要素だな。これはすごかったお。いろんな意味で、特定のポケモンに対応する、メガストーンを持たせるとできる進化だ。リザードナイト X を持たせて、メガ進化。メガリザードン、AX。メガ進化すると、ステータスが変化し、特性も変わったりするぞ。ただし、メガ進化は戦闘中のみだ。戦闘が終わると元に戻るぞ。他にも色々あるが、それは対戦テクニックで解説するだろ。いろいろすごいことになってるおね。今回はこれが最後だな。ポケモンが増えれば当然この2つも増えていくだろ。どんなのがあるんだお？これが技のリストだ。もちろん他にもたくさんあるだろ。特徴的なのだけ挙げてみただろ。こりゃまた面白い技が増えたおね。そして、強い特性を並べてみた。他にもたくさんあるぞ。マルチスケール強すぎません？ま、だいたいこんなところだろ。全然知らなかったお。10年でこれだけ新しくなったんだと確認してもらえれば幸いだろ。さて、次回からは本格的な対戦の知識に移るだろう。だがその前に、やるお。
お前に宿題を出す。宿題？技マシンとメガストーンを全部集めてこい。攻略サイトとか見てな。あとあとないと辛いからな。一日一日コツコツやらんと取れないやつもある。早めにやっといて損はないだろ。ガブリアスナイトとか、幻島の日替わり技マシンとかな。うん、わかったお。頑張るお。